日常を飲んでいる、茶飲料。薬の乳脂肪、塩を加えるため、塩バター茶とも言われる。チベット語では、プージャ、ラダックではグルグル茶、ブータンでは、スージャと呼ばれる。バター茶を攪拌するためのどんもどんもを用いて、プージャを入れるチベット層バター茶を注ぐタシルンポジの、チベット層チベット人の生活には欠かせない飲料で、ある。味噌汁や、 海藻スープに近い塩味があるので、飲み慣れていない外国人には好みが分かれる。遊牧民族の住む海抜の高い草原では、茶の木は育たないため、全量を中国から輸入している。遊牧に際して傾向するために、過半生に優れた黒茶を固めた煎茶を入れ、固形化した薬の父から作られた義である、薬バターと岩塩を加え、ドンモと呼ばれる。 専用の攪拌器具を使って脂肪分を分散させて供する。主に女性が行ってきたドンモでの肉体労働を嫌って、ラサなどの都市部では電動ミキサーを使うこともある。乾燥した気候で失われがちな水分、脂肪分、熱量と塩分を効率的に補給することができ、暖も取れるため、チベットではよく飲まれている。朝から、 夜まで少なくとも1日10回ほどは飲まれ、多い人は日に5リットルも飲む場合がある。飲む時に唇に脂肪がつくため、リップクリームのようにひび割れを防ぐ効果もある。チベット人で、英国に渡った、リンチェンハモは著書、私のチベットで、バターは、油分の多い紅茶用のクリームと同じと書いている。 バター茶は客人をもてなすのには欠かせないものであり、来客があれば主人が何杯も勧める。飲み終わるとまた注がれるので、客は飲みたいだけ飲めばよいが、不要であれば、湾に残しておけばよい。輸入品である茶葉は、大きなやかんで何度もじっくり煮出し、温め直して徹底的に使われる。もともと発酵が進み、熟成された黒茶を使うが、量は少ないので、 茶水の色は褐色である。一方、ギーや塩は、後から飲む分に応じて都度を加え、攪拌されるので、温かい状態で飲むことができる。また、ギー、塩を加えたものを保温して、あるいは温め直して飲むこともある。直接飲用にする以外に、チベット人の主食である、サンパを練るのにも使う。モンゴルでは、サイと呼ばれる、乳茶にバターを入れて飲む。 じっくり火にかけて煮出すため、茶葉と水の比率は、重量比で1、100程度と少量を用いる。これは、雲南省や香港で黒茶を飲む、菜の比率よりも、かなり少ない。四川省、雲南省のチベット民族の官能評価で、塩の比率は、重量比で0.4%以下が好まれる。ギーの比率は、茶葉と同程度で良いが、多少多くても風味に。 大きな影響はない。チベットのなく中県などでの健康調査で、煎茶由来のフッ素過剰摂取が歯のフッ素症などの健康障害の原因となっていることが判明した。同県では、児童の歯のフッ素症の罹患率が80%を超えており、うち重度のものも40%を超える。アメリカの1日あたり推奨許容摂取量2.5。 ミリグラムと比較すると同県では3.77倍を摂取していることになるが、この来源の約85%がバター茶、約15%が散波であった。なく中県の水に含有するフッ素は0.01ミリグラム、100グラム程度に過ぎないため、煎茶由来と判断された。他の食品の摂取自体が少ないということもあるが、小麦粉、肉類、 野菜を相対的に多く食べるラサシの児童でも、これらからのフッ素摂取は1%程度に過ぎない。バター茶 100mg あたりのフッ素含量は 0.3mg 程度のため、毎日1リットル以上を飲む生活を続けなければ、健康に問題が出るわけではない。茶自体は10世紀以前からチベットに持ち込まれていた証拠があるが、 実際には13世紀のサ酒派時代あるいは14世紀のパクモデュ派時代に至るまで普及はしていなかったと見られる。ABCDEF ロサやリ金、進む、そういうチャージ品を呼び、青粉研究、ウイミナミ大学学、ボリューム11ナンバーワンピアニッシモも、20から24、1996年、ウイミナミ大学、三つ敏郎塩麦についてご歴史、文化、 科学、利用、フィー・ジャーナル第216巻第1号、日本食品科学研究振興財団、2011年1月、65ページ。中川昭の第第68回こねて楽しいチベット族の国民食。ナショナルジオグラフィック日本版。ナショナルジオグラフィック。2019年7月2日閲覧。三つ長敏郎、塩麦についてご歴史、文化。 科学、利用、フィー・ジャーナル第216巻第1号、日本食品科学研究振興財団、2011年1月、64ページ。メイヒュー、ブラッドレーコーン、マイケル、チベット、6ス,スエディション、P75、ISBN1 から740595238、ABC 層、ツバメ、や、チベット的酒水平予探茶型中毒。 堺科学ボリューム23ナンバー6ピアニッシも97から100、2002、北京、中国科学院生、堺研究中心。ありがとうございます。